プリズマン類は複数の多角形の底面と側面から構成された角柱のような形をしている炭化水素化合物の一群である。科学的にこれらはシクロブタン管が連なったものを巻き上げ、末端同士を接合してシクロアルカンの円を持つ帯としたものとみなすことができる。N をシクロブタンの側面の数とした時の科学式は N であり、 この N はここに分類される分子の体系的、命名法に用いられる。最初のいくつかの分子は次のようなものである。トリプリズマン、テトラプリズマン、ペンタプリズマンは実際に合成されており、これより上位の分子に対しては、計算科学的研究が行われている。最初の数種の分子は、平坦な N 角形の底面を持つ、昇格柱である。 しかし分子モデリングにより N の増大に従って対称性の高い構造は安定ではなくなり分子はより対称性の低い構造へと歪むことが示されている。例えばプリズマンはねじれた左上シクロブタンの構造をとり2つの十二角形の底面は平行にも平面にもならない。アステランとアステランアステランは2つの N 角形の底面が メチレン元で可強された分子である。このため、各側面は、シクロブタンではなく、シクロヘキサンとなっている。ビプリズマンとトリプリズマンポリプリズマン類は、複数のプリズマン類を積み重ねた形状の分子である。中間層に位置する N 角形を構成する炭素には、水素が結合していない。ヘルベタンとイスラエラン N を増大させていくと、いくつかのシクロブタン間を、 アンチーで結合させおうた角形の底面を持つ分子を考えることが可能になり、これらはプリズマン類における機械生体となる。星型の底面を持つドデカプリズマンの2つの異生体に対して、計算科学的研究が行われているこれらの分子は、もともとエイプリルフールのジョークとして提案されたものだった。ありがとうございます。